カンピナグランでは、ブラジル北東部にある、パライバ州の第二の都市である。人口は2005年現在で37万6132人と推定される。住人の故障は、カンピネンセ。南アメリカ大陸の東端にほど近く、州都のジョアンペソアから内陸約 100km に位置する。レシフェからは、車で約3時間。6月に行われるお祭り。 オーマイヨルソーンジュオドゥムンドが有名で、祭りは1ヶ月間行われる。カンピナグランデ連邦大学をはじめ、多くの大学があり、研究拠点となっている。経済の8割ほどを工業が占める。カンピナグランデアーキテクチャは、特に、コールセンターカンピナグランデ歴史の中で、古い建物で、素晴らしい歴史的に重要な、そのような大部分は2000年代初頭以来。 市に建設された壮大かつ近代的な建物などの現代的な要素をブレンド。私たちはアーキテクチャと美術の両方に影響を与えた20世紀初頭登場アルデコ様式のアーキテクチャを強調表示します。カンピナグランでは最も重要な建物と建物は商業部門の企業のために使用されているブラジル中に よく維持あるデコのコレクションの一つを持っていますが、同じ義務でファサードを維持するために、ありがとうございます。